日本韓国との防衛総会談は中止な。首脳会談。あるわけないだろ。日韓外相会談が最悪の雰囲気で終わったことを受け、日韓防衛総会談について流行らないことを決めたようだ。31日からシンガポールで始まるシャングリラ会議では立ち話程度にとどめるという。この後に及んで首脳会談がないかもしれないという程度の表記にとどめている愛国日報はどんだけ状況を楽観視してるんだ。引用。日本、日韓防衛総会談しない、首脳会談開催も不透明。28分の5日、9時23分配信中央日報日本語版。31日にシンガポールで開かれるアジア安全保障会議、シャングリラ、ダイアローグ、で韓非防衛総監の公式会談を進めないことになったと日本メディアが伝えた。読売新聞は複数の日本政府関係者を引用し、岩谷剛防衛総は、韓国の提携と、チョン・ギョンブ国防長官との正式な会談は見送り、立ち話程度の接触にとどめる予定と28日、報じた。今回の韓非防衛総会談の見送りが来月28から29日に大阪で開かれる世界の主要20カ国、地域、G20、首脳会議、サミット、の時の韓非首脳会談の開催にも影響を及ぼしかねないという見方もある。日本政府はこれまでメディアを通じて首脳会談がないかもしれないというメッセージを何回も流し、会談開催に懐疑的な反応を示していた。日本側は当初、防衛総会談の開催に肯定的だった。特に、岩谷氏の意思が強かった。岩谷氏は今月18日、大分県のある集会でいろいろ問題は起きたが、元の関係に戻したいと明らかにしていた。韓非関係が急激に冷え込む中で、両国間の安保協力も軋んでいる状況を一条程度改善しようする気持ちが大きかったのだ。最近になって北朝鮮が再び弾道ミサイルを相次いで発射するなど緊張が高まっていて、韓非間の軍事情報交流をはじめ各種協力が切実な理由だ。突然会談を中止した背景に関連し、読売は防衛省幹部の言葉を引用して岩谷氏は停止との会談に意欲を示していたが、韓国海軍による海上自衛隊哨戒機への火器管制レーダー照射問題に注目が集まることは避けられず、時期尚早と判断したと防衛省内部の雰囲気を伝えた。ただし、今回の会議で韓日米3カ国の会談は予定通り開かれると同氏は伝えた。日本側は中国とは正式に会談を開く予定だ。同氏によると、岩谷氏は来月1日、中国の魏鳳和国務委員兼国防相と会談するために、実務人次元で細部の協議内容を調整している。引用。A。あの岩谷防衛総が、首脳会談を見送った。まあ実際には日本政府の総意だろうがな。この前の日韓外相会談が最悪な雰囲気で終わったというのに、のこのこ防衛総を会談に行かせたらそれこそ間違った政治メッセージになりかねない。ネットユーザーは、称賛の嵐です。素晴らしい判断だし、北朝鮮に機密情報を横流しされるから当然だって。ただ、岩谷防衛総については批判の声の方が強いです。小野寺現防衛総に戻した方がいい、更迭するべきではって言われてます。決定だとなったのはおそらく直前の外相会談だよ。あそこまで険悪な雰囲気になるならむしろやらない方がいいという判断が韓国に同情的な人たちから出されたとしても不思議はないからな。日韓外相会談については、開催しなかった方が韓国にとっては良かったですよね。河野外相にまさか面と向かって非難の言葉を浴びせられるとは思ってなかっただろうからな。これまでの外相なら直前に何か言われようが聞いてないふりをして弱気姿勢を見せていただろう。岸田元外相とかまさにそうだ。ここで防衛総会談を強行すれば外相会談と同じように逆効果になりかねない。でも、よかったです。これで首脳会談もなくなって、韓国とは関係がなくなります。それでいいと思います。その通り。だからこの前の外相会談が最後のチャンスだったと俺は言ってるんだ。あの場で関係改善の糸口を見つけられなかった韓国はもう絶望するしかないね。河野外相はさじを投げた。安倍首相はとっくに相手にしてない。韓国産のお目星を食ってるスッパマンにも会ってもらえなくなった。
この状態でどうやって首脳会談をやろうというんだ。まあそれで日本は別に何も困らないしどうでもいい話だけどな。